純正やさ男スイート&ビター、続きをやっていきたいと思います。サンプルに騙されたわ。声も演技もいまいちだし、せっかく好みのシチュエーションだったのに激なえよ。お兄ちゃんだって知ったらなおさら気持ち悪いわでも確かに家族のそういうのは聞きたくないからどうする、もしも兄貴とか弟とかさ、まあお姉ちゃんとか妹とかいる人ならわかると思うけど、たまたま聞いたやつがさ、結構なんか甘い言葉をいっぱいあの支えてるんだよ。ちょっと嫌だよね。それしかも気づいちゃうって一番嫌だよね。うん。ごめんなさい。お金なら僕が返すから。それは別に、良質な品売り用と、美形なジャケット絵に、十分払う価値があるから。とにかくこの件は忘れるわ。そっか。ごめんね。うん。あ、そうだ、夕飯。いつでもいいから食べてね。なんだろ、夕飯とかも全部弟にさせて、弟じゃなかった。兄貴に任せてるの？なんであそこまで言われて謝るのよ。少しくらい言い返せばいいじゃない。まあね。それで多少お金をいただいてるだろうからね。翌日。どういう展開になるんだろう。一応、バッドエンドの選択肢を選んだつもりではいるんですけれども。はぁ、昨日のことのせいで気分が乗らない。早乙女くん、この間はありがとう。何？あ、あれか。ボイストラン頼んだ人。おー、新キャラ来たね。まあ、すごいオタク臭いのと、なんで右腕だけなんか袖がなんかめくられてんのっていうことだけだよね。まあ、シナリオとか書いてるってことだからそういうことかもしれないね。あ、うん、こちらこそ。月島さんにはたくさん迷惑かけちゃったけど。何言ってんの？初めてで緊張しまくりでも、最後まで一生懸命やってくれたじゃん。結構レビューでも評判いい感じだよ。やっぱり私の耳に狂いはなかったね。そうかな。でもさ、ほんと日常生活生きてきてさ、人の声をこう、友達とかの声をすげえ聞いたりしないよね。ああ、やっぱこいついい声だなってあんまり思わないかもしれない。うん。ねえ、また次の作品も出てくれないかな。絶対早乙女くんの声に合うと思うんだよ。あんまり気は進まないかな。そんなこと言わずに頼むよ。早乙女くん絶対才能あるよ。ないよ、才能なんて。でも評判良かったんでしょ？このネガティブボーイが、このルックスの声で世に革命を起こそうよ。うん。月島さん落ち着いて。月島さんはテンションがおかしくなると声が変になるタイプの人なんだね。俺のさじ加減だけど。あの人が例の。ずいぶん楽しそうじゃない。なんだろう。ムカつく。なんで？どうして？あの人のおかげでいい作品に出会えたんでしょ？昔から失敗ばかりの私とは正反対で、何でもできるくせに後ろ向きな兄が気に、あ、そういうことね。いつも謝ってばかりで、本当は私のことだって嫌いなくせに、優しい顔をしてお兄ちゃんぶって。臆病で弱いくせに、へたれなくせに、お兄ちゃんなんて認めたくない。認めたくないのに。なんで私はまたこれを聞いているんだろう。うん、やっぱり、気に入ってたね。だから、兄貴の手前、いや、気持ち悪かったわよみたいなことは言っちゃったけど、実際は、なんかすごく、あ、いい声だなって思ってるんだよね。うん。意味わかんない。ねえ、泣かないで。君にとって辛いことは、すべて僕が消し去ってあげるから。あんなおどおどでこんなセリフ読めるの？まあ、読めるか。だから全部僕に任せて。僕だけを見て。そしてお金を、あ！うるさい！ごめんなさい。なんで？またお泊りしてた？え？あ、お兄ちゃん？なんでまた部屋に入ってきてるの？そうだよ、女子の部屋に勝手に入ってこないでよ。ごめん。今日はノック5回で様子見たんだけど、やっぱり反応なかったから気になって。今日の夕食、乙女子が当番なんだけど、全然部屋から出てこないから。大丈夫？具合悪いなら僕が作るけど。乙女子？どうしたん？何かあったの？やっぱりどこが具合悪いとか。うるさい。放っておいて。そんな風に泣いてるのに放っておけないよ。なんなの？いつもビクビクしながら、ろくに言い返すこともできないくせに。
ずるい。お兄ちゃんはずるい。昔から下手れて頼りないくせに、何でもできて、学校では女の子と楽しそうに話してるし、新しい才能まで見つけて。それに比べて、私は、いつも一人で何してもパッとしなくて、我慢したって何もいいことなかった。いくら現実逃避したって毎日毎日虚しい時間がだけが過ぎていく。なんでこんな風になっちゃったの？なんでこんな私に優しくできるわけ？哀れんでるの？見下してるの？バカにしてるの？乙女子。ごめん。乙女子がそんな風に悩んでたなんて気づかなかった。小さい頃の乙女子はさ、いつも強気で大胆で、危険なことにも平気で首を突っ込もうとするし。でも僕はお兄ちゃんだから、ちゃんと乙女子のことを見てて、守ってあげなさいって、お母さんに言われたんだ。いつもお母さんに言われる、たび気が重かった。毎日、今日は何をしでかすんだろうって怖かった。正直苦手だったよ、乙女子のこと。うん。高校に入ってからは逆に急におとなしくなって、僕に対してもそっけないし、それもちょっと怖かった。でも、今の乙女子の本音を聞いたら、やっぱり、守ってあげたいと思った。頼りない兄だけど、それでも子供の頃よりはちょっとは成長したと思うし、今なら乙女子の弱音もわがままも全部受け止めてあげられると思う。だからそんな無理して自分を押し込まないで、昔みたいに元気な乙女子に戻ってほしいなって。あれなんだ、学校だけじゃなくて家でも結構おとなしくなっちゃってたんだね、乙女子ちゃんは。乙女子？昔のように戻れって？全部自分が受け止める？どうして私がこうなったのかも、どんな思いでいるのかも知らないくせによくそんな無責任なこと言えたものだ。お兄ちゃん、本当に私のこと全部受け止めてくれる？うん。じゃあ、あの先輩の依頼はもう受けないで。え？本当はすごく素敵だった。お兄ちゃんの声。昨日は素直に言えなかったけど。だから私以外の人に聞いてほしくないの。できればあの先輩とも仲良くしないでほしいな。わ、それはわがままだな。なんだそれは。もしかしたら将来何になるか決まってたかもしれないのにさ、その夢というか希望というかなんていうの、選択肢を一つなくしたちゃうわけですよ、それやっちゃうとね。うん。どうしたの？急にそんなこと。お兄ちゃんは、私のこと、守ってくれるんでしょ？そばにいてくれるんでしょ？私、毎日一人で寂しかったの。こんな風に部屋にこもって過ごしてばかりで。乙女子？ねえ。私のことを抱きなんでやねん。なんで、どうして、どうしてそうなったの？優しく撫でて、慰めて。待って、さすがにこういうのは兄の役割じゃ。やっぱり口ばっかりのヘタレね。乙女子、なんか変だよ、どうしちゃったの？もういい。え、そうね、兄弟でこんなことするのは気持ち悪いわね。乙女子、急に携帯なんて取り出して何してるの？私のこと、かまってくれる人探そうかと思って。最近は SNS とかですぐ見つけられるんでしょ？ダメだよ！そういうのは危険なこともいっぱいあるんだから！何もできないくせに口出ししないで。ちょっと、乙女子ちゃん、ちょっとそれ、やだな。これが主人公か。いや、まあ、性格変わる系だろうなとは思ったけどさ。ああ、そうですか。お兄ちゃんにできることなんて、何にもないんでしょ。乙女子。うん。ごめん。僕何でもするから、引かないで。お願い。兄としての役目？そんな中途半端な優しさだけでどこまで私を満たせる？ううん。ごめんね、お兄ちゃん。わがまま言って困らせて。乙女子、
大丈夫だよ。僕がちゃんとそばにいるから。うん、ありがとう。お兄ちゃんは絶対私を見捨てたりできない。どんだけ傷つけられても、私から離れられない。だったら私も、一生離さないであげる。その優しさも理性も、容赦なく踏みにじってあげる。どこまで壊れずについてこれる？お兄ちゃん。あはははは。もうさ、主人公、このゲーム、本当に主人公の性格変わるね。ねえ、何かしてほしいことある？何させよう、何させちゃおっかな、うふふ、うふふ、うふふのふ。罠にかかったお兄ちゃん。なるほどね。今回のバッドエンドはですね、本当にバッドエンドだね。お兄ちゃんにとってはだけど。なるほどね。今までのバッドエンドはですね、いや、これハッピーエンドなんじゃねって思う展開のが多かったんだけど、なるほどね。じゃあ、次は、ハッピーエンド見ていきましょうか。はい、ということで戻ってきました。ここはですね、最悪って前は選択したけど、悪くなかったと素直に伝えてあげましょうか。悪くはなかったと思う。え？向いてるんじゃない？ついでに普段のそのおどおどした話し方も改善してみたら？乙女子、本当に？どうしてそんなことで嘘つかなきゃいけないのよ。だって、乙女子に何か褒められたことなんて初めてだし、マジかよ。なんか褒めてあげろよ、容姿はいいんだろ？確かに昔は何でもできるお兄ちゃんが気に入らなくて、素直に褒めたことはなかった。あ、なるほどね。劣等感でね。さっきのは本当に良かったと思うし。調子に乗らないでよね。あくまでこいつは悪くなかったってだけだし、演技はまだまだぎこちなくて、色気だって全然ないし。ごめんなさい。もういいでしょ。私ご飯食べるから。着替えるから出て行って。ツンデレだな。今回の主人公はツンデレになったぞ。はい。もう、なんでお兄ちゃん相手にこんな動揺しなきゃいけないの？調子狂う。なるほどね。翌日。こういう、どういう展開になっていくんだろう。なんか、すごいイケメンお兄ちゃんになっちゃうのかな。あ、乙女子。こんにちは。みたいな。いや、今のはキモいわ。今日の放課後は何をしよう。たまには部活に出ようかな。基本活動場所が自由だから、めったに部室には行かないんだけど。昨日のことがあって、なんとなく家で音声作品に浸る気にはなれないのよね。早乙女くん、早乙女くん、この間は本当にありがとうね。あ、出たな。うん。月島さんだね。あ、うん、こちらこそ。月島さんにはたくさん迷惑かけちゃったけど。何言ってんの？初めてで緊張しまくりでも最後まで一生懸命やってくれたじゃん。結構レビューでも評判いい感じだよ。やっぱり私の耳に狂いはなかったわね。そうかな。ありがとう。ねえ、また月の作品持っててくれないかな。絶対早乙女くんの声に似合うと思うんだよ。でもあれ結構恥ずかしいし。そんなの慣れだって。早乙女くん絶対才能あるから。才能なんて。この、ちゃんちゃんボーイが読めない線、はい。そのルックスと声で世に革命を起こそうよ。月島さん、落ち着いて。うん。はあ、あの人が例のか。悪い顔してるな。または、よくったようになってるよ。ずいぶん楽しそうじゃない。お兄ちゃんって、もともと見た目は悪くないのに、地味すぎていまいち目立たないのよね。ヘタレだけど基本的には優しいし、ああいう引っ張ってくれるタイプの女の子が似合うのかも。でもさ、よくさ、前髪隠れててさ、で、前髪、いじめられてるけど、女子とかにもキモいって言われてるけど、前髪とかこうね、切ってみたらめちゃくちゃ、え、誰あの人？あ、めっちゃイケメンだ！声かけちゃいなよ！みたいになるけどさ、テンションどうした？ごめんね、乙女ゲーム、もう結構俺好きだから結構テンション上がっちゃってるんです。ごめんなさいね。うん。
でね、そういうのはあるけど絶対にないよね。メガネ外したらイケメンみたいな。いや、メガネ外してもイケメンな人はメガネつけててもイケメンだわって思うんだよね。うん、行き足らなくなったね。ま、私には関係ないけど。でもその作品のファンになっちゃうんでしょ？ただいま。あ、お、どうした？あ、お帰り乙女子。今日は遅かったね。部活？うん。後でちょっと話したいことがあるんだけど。いいけど、何？うん。え、何なの？また撮ってみてから聞いてみてくれないみたいな感じ？で、話したいことって？その、実はまた、音声作品に出演することになって。ああ、やったらいいんじゃない？うん。でもその、正直僕の演技ってまだまだ全然ダメだと思うし、昨日興味本位で自分の作品のレビュー見てみたら、マイナス意見も少なからずあってへこんだし、メンタル弱いんだから見なければいいのに。確かに、ああ、そういうの見たくないな。でも僕頑張ってみようかなと思って。乙女子が褒めてくれたの嬉しかったし、初めは自信ないし恥ずかしいって気持ちが強かったけど、普段の自分からかけ離れた他人を演じるってのは新鮮で不思議な感じだったし、もう声優目指せ。お前もう声優目指してしまったらいいんじゃないかな。それに楽しみを感じるなら、もう少しやってみたらもっと楽しめるような気がして。うん。それでもっと上手くなるように練習できたらと思って、乙女子がああいう作品をよく聞くならいろいろアドバイスをもらえないかなと。ああ、そういうこと。まあ今日見た感じ、あの依頼してる先輩はお兄ちゃんの恋には盲目的な感じだったし、個人の趣味でやってる活動だと素人の他人相手にあまり高レベルな要求はしないのか。ああ、確かにね。てか依頼してる側だからいい気持ちでいてもらおうって思うからさ、うわ、いいよいいよ、うん、うまいうまいうまい、うん、うん、すごいいい、いいよ、かっこいいよ、うん、みたいなしか言えないよね。だからって妹にアドバイスをもらいに来るお兄ちゃんも変わってると思う。確かにね。でも近くでああいうの聞いてる人がいないって考えるとね、普段ああいう活動って身内には知られたくないものじゃない？そうだね。知られたく、うん、ないね。うん。私も自分の創作小説をお兄ちゃんに見てほしいとは思わないし、私が褒めたのもそんなに嬉しかったの？まあ、初めて褒められたってことだからさ、それは認められた気にはなるよね。とりあえず声量とか滑舌は素人目で置いてくとして、お兄ちゃんはラブシーンがど下手くそだと思う。まあ、経験がないからね。童貞ちゃうわみたいな顔して。ごめんなさい。なんでもない。うん。ごめんね。きょうはちゃんはね、そんな性格じゃないからね。うん。俺みたいなね、腐れてるやつにはね、言われたくないと思うんだけど。特にキス音が全然リアル感なくて、致命的ね。キスなんてしたことないからよくわからないし、練習すればいいじゃない、リアルで。無理。そんな相手いないし。作れば？彼女くらい。確かにこのルックスだったら一瞬でできそうだよね。何々さん、付き合おうって言ったら、うん、いいよ、うん、今日は行く、いいよ、うん、ってなりそうだよね。もう18でしょ？お兄ちゃん元のスペックは高いんだから、ちょっと積極的に行けば一人や二人引っかかるでしょ。そんな簡単に言わないで。その依頼してくれる、来る先輩は？お兄ちゃんのこと気に入ってるなら付き合ってくれるんじゃない？月島さんはそういう感じじゃないし、そもそもそんな仲になったら活動でも気まずくなりそうだよ。えい！本当に中身はヘタレなままなんだから。え、もしかして、乙女子ちゃんに今、頼むの？それはちょっと、もっと問題があると思うよ。うん。乙女子、お願い。え？乙女子が練習に付き合ってくれない？マジかお兄ちゃん。マジかお兄ちゃん、今日や。何言ってるの？だって、こんなこと他人に頼めないし、乙女子なら僕のことよく知ってるし、遠慮しなくてもいいし。妹相手に何てお願いしてるのよ、正気！そんなことして間違いが起きたらどうするの？近代の兄弟愛とか、ロマンス小説じゃあるまいし。やっぱり、ダメかな。ダメっていうか、兄弟でキスとか、本気なの？え？さすがにキスはぬいぐるみか枕相手、なんでやねん。なんで、いや俺もなんでやねんやけど。いやそこはさ、そこは、なんでもない。うん。
おてめこには演技指導をしてもらいたいだけだから。でもぬいぐるみとかぬいぐるみとか枕にして意味ありますかね。うん、はは、何よそれ、私一人で焦ってバカみたいじゃない。というか昨日からなんでこんな私の方がお兄ちゃんに心乱されなきゃいけないのよ。下手な兄のせっくせに。悔しい悔しい。え、ちょっととめこ、おお、首絞めてるやないかい。そんな中途半端な覚悟で本気で演技なんかできると思ってるの、お前は誰やねん。お前は何者やねん。じゃあ、そんな演技のこと知っとるんか。え、禁止者は一定数要素があるんだから、この先いろいろな役を演じていくなら妹相手におじけついてる場合じゃないでしょ。いや、それはそうだけど、さすがにそれで不道徳な行為に走るのは。俳優だって時には嫌な相手にだって本気でラブシーンをこなさなきゃいけないのよ。それはまた違う問題だと思うんだけど、本気で目指したいなら覚悟を決めなさいよ。乙女子、ちょっと落ち着いて。急にどうしちゃったの。あ、しないんだ。だってお兄ちゃんがヘタレだったくせに急に頑張り出すから、私だって負けたくないんだもん。乙女子、乙女子はさ、高校に入ってから急におとなしくなってったよね。母さんに何か言われたみたいだし、乙女子なりにいろいろ考えたんだと思うけど、僕は昔から男なのに臆病で情けなくて、それに比べて乙女子はいつも堂々としてて、向こう見ずなところも大胆すぎて危険なことも多かったけど、その強さも羨ましいと思いながらずっと僕の憧れでもあったんだよ。危ないことに巻き込まれたり振り回されるのは嫌だったし、僕に対して強気できついこともいっぱい言われたし、正直乙女子のこと怖くて苦手なところもあったけど、そうやって素直に向き合ってくれる乙女子だから、情けないままでも、僕もお兄ちゃんでいられたり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 、なんかね、俺実況になると噛むし、実況になるとね、漢字読めなくなるんですよ。多分ね、聞いてる人言い訳にしか思えないと思うんだけどさ。ごめんね、読んできます。情けないままでも、僕もお兄ちゃんでいられたというか、乙女子がそばにいてくれるから、僕も知らずと勇気づけられながら頑張れたんだって今は思うよ。そんな風に思ってたんだ、私のこと。だからね、その、なんていうか最近は乙女子も大人になったんだなって安心する一方で、寂しくもあったんだけど、やっぱり乙女子は変わってなかったね。人はそんなに簡単には変われないわよ。毎日ずっと我慢していただけ。それで得られたことが何もなかったわけじゃないけど、私はやっぱり自由に暴れ回ってる方が自分らしく楽しく生きられる。だから、うん、でもやっぱり悪いことはしちゃダメだよ。ちって言った。どんな形であっても僕にとって乙女子は大切な妹だから、間違ったことはしてほしくないし、させたくない。うん、何を急にカッコつけちゃって。はん、冗談に決まってるじゃない。久しぶりにお兄ちゃんを困らせてみたかったのよ。え、そうなの？もうひどいよ乙女子。本気で心配したのに。今も昔も臆病で弱気なくせに、流されることだけは絶対にないのよね。変に頑固というか、そういう真面目な優しいところは嫌いじゃないけど。うん、でもバッドエンドだとすげえ流されてたけどね。はあ、仕方ないからお兄ちゃんのために今日からビシバシと鍛えてあげる。枕でもぬいぐるみでもいいからさっさと持ってきて。ありがとう乙女子。うん、不道徳、間違ったことね。それってつまりは法律が変われば問題ないってこと。え、じゃあどう、もしかして法律を変えるつもりかこの女。だったら私が偉い人になって法律を変えたとしたら、そうなったらお兄ちゃんはどんな反応するだろう。これから楽しみになってきたわ。どこに熱意を燃やしとんねん。いや、直訳しすぎやと思うけどな。うん、チュー、もっと激しく恥を捨てなさい。ちょっと枕が顔に見えるのがウケるわ。
あー面白かった。今日やシナリオ面白かったわ。うん、結構あっさりしてたけどね。結構短かったっていうか。あ、でも28分撮ってるな。はい、ということで、早乙女京也くんの、ストーリーでございました。いやね、まさか音声作品のね、なんか、その、なんていうの？舞台っていうか、なんていうの？題材になるとは思わなかったね。ということで、下のね、3人、早乙女乙女子ちゃんのストーリーはすべて見ることができましたね。皆さんはこの3人で、誰がお好みでしたか？自分はですね、ちょっと悩みどころなんだけど、まあ、委員長か、まあ、右下の委員長か、左の兄貴ですね。うん。ごめん、王子はちょっと印象が薄くなっちゃった。王子ファンの皆様、ごめんなさい。ということで、次回から上の3人を攻略していきたいと思いますので、よければまた見ていただけたら嬉しいです。また何か面白いゲームなどありましたら教えていただけたら、まあ、それも嬉しいです。ということで、また見ていただけたら嬉しいです。ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは、バイ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 バ